津軽新順は、江戸時代後期の大名、六津国博前半十代藩主。には、十四にした、では守る、自重。完成十二年三月二十五日、九代藩主、津軽康氏親の次男として誕生。文化八年一月二十八日、十一代将軍、徳川家成に、おまみする。文化十一年十二月十六日、十五位した。 大隅守に助任する。文化十二年六月、父、ネイチカ氏と共に、お国入りする。文政七年十二月十六日、十四下に昇進する。文政八年四月十日、ネイ親の隠居により、家徳を相続する。天保五年十二月十六日、自重に任官する。広崎藩では七代藩主、新礼や八代藩主、信明の下で、 反省改革が行われ、一定の成功を収めたが、改革なばにして信明は創生した。信明には、実施がなかったためようの根一ちか子が藩主となった。これが新春の父である。しかし、根いよやは、信明と違って決して有能ではなかったと評価され、新潤も、また反省において有能ではなかったとされる。この節には一つの野望があった。中央政界への進出。 つまりは幕政への参与である。そのために、ネ親ヨは生子である、新潤の性質に、特に身分の高い娘を選ぶことで、強力な門閥関係を作ろうとした。文化八年、新潤は内大臣、この絵始め前の娘と婚約したが、2年後に、この娘は溶接する。次に新潤は、田安徳川成政の六女、英姫と婚約する。成政は11大将軍。 徳川家成の弟である。これにより、将軍の一門衆となった。しかし、文政三年十二月に英姫は溶接する。翌文政四年四月に、今度は、成政の救助、金姫と婚約し、文政五年十二月に結婚した。しかし、これら三度に及ぶ婚姻政策のために、訓下衆や幕閣にばらまいた金銀は、数十万両に及び、膨大な財のため、 信明時代に持ち直していた財政は再び破綻した。広崎藩は森岡藩から戦国時代に遡る因縁により恨まれていたが、文政4年4月23日、森岡藩の老子によって藩主の根イチ氏が襲撃を受けそうになったものの、実行藩グループの一味による密告により、難を避けた。文政8年4月、根イ親は新順に家督を譲って隠居した。 新春は父親以上に暗愚であったとされる。参勤交代の際、道中の宿所で夜中は女と酒に溺れ、朝に出立するどころか昼頃に起きるという不健全な生活を繰り返し、そのため参勤交代の行列の進み具合は遅れる一方となったと伝わる。当時、参勤交代には決められた期日までに江戸に到着しないといけない決まりがあり、 理由なき地さんは、藩の命運に関わる事態を招くこととなる。参勤が遅れて鹿が解役されることを恐れ、加納の高倉森高は新順の素行に対して、監視した。しかしこの中心の死を知ってもなお新順は、遊興は、あまりの病であると言い放って遊び放けたと伝わる。文政十年、将軍、徳川家成の大乗大臣任命の日に新順が、長江越に乗り、 1370人もの家臣を伴い、江戸城に途上したことを咎められて、70日間の筆則処分となった。これは先に工事騎士により10万国格式になった。津軽家は10万国格式の長江越師の使用を幕府に対して許可申請していたが、許可が降りないままになっていた。ちには、寺の権力者で、賄賂政治で、名が知られた幕閣の重 水野忠明が勝手に長江越を許したからであり、水野もただでは済まないという風説が流れ、さらに水野の紅用人が切腹したというデマが流れたが、この話を聞いた、水野忠明本人は、腰中守るの必則処分は自分が申し付けたのである。賄賂を取っていたら許してやったものをと言って笑ったと伝わる。性質に将軍家とつながりのある金姫を迎えておきながら、 江戸日本橋の油屋の娘を即室にするなど、さらに出費を繰り返した。このため、広崎藩の借金は70万両近くにまで膨れ上がったと言われている。天保5年には、本来なら必要のない大名行列を仕立てて、領内を巡殺業し、さらに花火見物、ねぶた見物、月見見見物と、犯罪性を自分の快楽で乱費した。これらの出費により、 広崎藩が進めてきた財政再建策は水泡に返した。天保八年に米を藩の先売制にするが、翌天保九年には撤回されている。藩主の無機動ぶり、藩の経済的危機、これらの責任の所在をめぐって、津軽藩の家臣団も派閥争いを繰り広げていた。親族の将軍家や幕閣としては、江戸地方への観点からもこれを生還できなくなり、天保十年、 幕府は40歳の新順に強制隠居を命じた。家督は師範である黒い藩主の津軽順将が相続した。その後、新順は政治の表舞台に立つことなく文久2年に63歳で死去した。常実のような夜遊びなどの逸話から後世に与鷹殿様とあだなされた。ありがとうございます。